時代良くなったんだなっていうのでね、炎症が引いたんですよね。だから何を入れたんですかね、僕は。はい、皆さんこんにちは、東京美容外科の麻生徹です。今日はですね、東京神田整形外科クリニックの田辺先生をお迎えしてお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、どうやって変わってらっしゃるんですか？階段の上がりを入れる時に、はい、もう痛い。痛い、消毒します。怖い。良くなってるんですね。そうですね、ぜひ続けていきます。身長先生ってことなんですけど、先生に実は膝を見てもらってて、この膝がね、だいぶ良くなったっていうのでね、大変感謝しておるんですけど、やっぱ使いすぎ良くないですよね、膝ね。そうですね、やっぱり膝は結局、毎日毎日摩耗していきますので、ね、ちょっと体重をね、減らせっていうふうに言われてるんですけど、ね、なかなか難しいんですけど、頑張っていきたいと思います。はい、一体その田辺先生に僕が膝を何をやってもらったのかっていうのをね、皆さん興味ある人多くて、僕はその治りゃいいと思ってたからあんまりね、詳しくは言ってなかったんですけど、再生医療やったんですけど、何を入れたんですかね、僕は。麻生先生がやっていただいたのは、脂肪の幹細胞培養浄性器っていう治療をやっていただきました。で、再生医療っていうのは大きく分けてですね、再生医療って別名セルセラピーって呼ばれたりもしてですね、細胞を使った治療ってことで、例えば血液の細胞、つまり血小板を使った治療が PRP なんて呼ばれておりまして、それはね、やりました。あ、そうですよね。で、それがまず一番古いっていう表現はいいか分かんないですけど、もともとベースでよく使われた治療で、先生たちは幹細胞培養治療っていって、ご自身の脂肪を取って、法教でもね、使う先生いらっしゃるけど、幹細胞ね、脂肪を取ってきて、それを自分の培養してきて、で、それをこう膝に注射するっていうのが幹細胞培養治療ってところで、でそういったのも、今でも、結構積極的にされてる先生もいらっしゃいます。ただ、個人的にはその治療はコスパ悪いと思ってて、200万とかするし、あとやっぱ問題なのが、やっぱその少しちょっとやっぱ5年齢が経ってきた脂肪を、培養してっていうのがちょっとあんまり好きじゃなくてってところで、やっぱ若い人の脂肪の方がいいでしょうけど、僕の入れた、そのエクソソームの脂肪から培養したと思うんですけど、何歳ぐらいの、あれ20代の女性の脂肪使ってますね。ピチピチ、なんか女性のがいいような気がするのはなぜですかね。それも面白くてですね、開発者も大体ですね、全部いろんな会社があるんですけど、大体全部女性のやつ使ってます。それけどイメージだそうですよ。イメージですか。あと女性の方が多分脂肪を集める機会が多いんだと思いますね。なんかそのいわゆる脂肪吸引とかで、いわゆる捨てるのが多いんだと思うんですよ。女性の膝治療は若い男性がいいってことでもない今のところは全部女性です。麻生先生はちょっと、それなんですけど、今最近その本当に今のタイミングでトピック出てきたのが、ウォートンジェリーエクソソームって言って、その結局20歳の脂肪っていいよねっていうのはすごくよく分かると思うんですね。50歳の脂肪よりも20歳の脂肪がいいよねと、そうやって考えてたら、じゃあもっと若い脂肪の方が治るの早いんじゃねってことで、一番分かりやすいので、赤ちゃんって怪我してもすぐ治るじゃないですか ね、それ傷してもなんかもう3時間後になくなってるとか、そういったことよくあると思うんですけど、だからやっぱりその若ければ若いほど細胞いいよねっていう話にだんだんつながってきて、現在は一番最強って呼ばれているのが、細体由来の、幹細胞を取ってきて、で、そこからそのエクソソーム抽出してっていうのが、今一番最強になっているので、あ、そうで、なんか次受けていただくとすると、細体由来のものを、やっていただくと、おそらくいいんじゃないかなと。私のクリニックは今それ、8月から始まったんですけども、もうすごく受ける人、どんどん増えてますね。なるほど。やろうかなと。なんかね、炎症が引いたんですよね。だから、階段を登るときに荷重すると痛かったのが、痛み完全に消えてはないんですけど、でも膝が痛い痛いと思ってたけど、最近は股関節が痛いんですよ。もともと股関節悪いんですけど、だから膝の痛みにマスクされてきた股関節が出てきたってことは、膝良くなったんだなっていうのでね、でもどうしても激しい運動するので、そこの体重で運動しなきゃ太るし、なかなかこのジレンマがあるんですけど、そこがすごく難しいところだと思いますね。ちょっともうあと10年でも20年でもマリンスポーツをしていたいのでね、この治療をね、今これしかないんでね、やれることがね、続けていこうかなと思ってます。はい、またぜひお待ちしております。よろしくお願いします。膝のね、話はね、いろいろ、先生にお聞きしたんですけれども、実は先生はね、身長先生というのでね、
有名で、まあ膝治療もやってもらってるんですけど、身長伸ばす先生としてね有名なんでね、身長の方のねお話もね先生の方のチャンネルでねやりますので、見に行っていただければいいと思います。はい、このチャンネルがいいねと思った方はいいねと、チャンネル登録の方もお願いします。